河合賀門5月24日帯は、日本の俳優、ナレーター、タレント、司会者、ミュージシャン。埼玉県大宮市出身。株式会社ウィーズカンパニー所属。河合と発音される場合が多いが、河合型だしい。なお、河合賀門は本名である。1991年、天まで届けのオーディションを経て第一シリーズから次男、信平役で、レギュラー出演。 1994年2月、内田昭主演のフジテレビ系連続ドラマ、時をかける少女に準主役で出演。続いて7月から放送された、テレビ朝日系連続ドラマ、青春の影では、袴田義彦と共に主演。9月には、ワーナーミュージックジャパンから、ブランニューデイズで歌手デビューする。 1995年10月から放送された野島真嗣脚本による TBS 系連続ドラマ未成年にもレギュラー出演。1996年頃からはバラエティ番組への出演機会も増える。バラエティ番組の影響から料理好きとして知られるようになり、2004年の秋、明星食品の店主シリーズからカップ麺をプロデュースしている。この発売をきっかけにして、 俳優、タレント業と両立させる形で、東京都立川駅南口にできた集合施設、ラーメンスクエア内で、ラーメン店、ラーメンガモンを2005年4月8日にオープンさせ、続いて四国高松店、名古屋栄町店と出店した。俳優業の合間に自ら厨房に立ち腕を振るっていたが、所属事務所が肖像権使用などの損害賠償請求をし、 さらに経理担当者の横領が発覚し、店主業は2007年3月をもって廃業した。音楽分野ではドラマーとして渋谷セルリアンタワー内のジャズクラブ JZ ブラッドをベースにライブ活動を行っている。2009年1月中旬に東映系で公開予定だった映画風景もは、 制作側と、配給側とが折り合わず公開中止となったが、2011年度内に、向け本編部分の再編集等を経て、公開準備中となっている。初主演の DVD 映画企画、食いしん坊。シリーズが2007年から制作されている。ブランニューデイズ・ハーツ・オー・エヌ・ブルーたまに忘れてもずっと、忘れない、デルモンテ・ CF ・ソング・フォーエバーユー・ルック・オブ・ラブ、ANBK。 深夜水族館、ミッドナイトアクアリウム挿入歌 BE オールライト NHK 教育テレビ、天才テレビくん1997年度前期、エンディングテーマ約束作詞、作曲、小田和正、映画、緑の街劇中華トゥルーブルーサークルオブフレンズ、UPS& ダウンズ。ありがとうございます。